男性はこんな女性のことを絶対に忘れることがないんです。こんにちは、小川健二です。このチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています。動画はほぼ毎日更新しています。最新の動画を見逃さないためにもチャンネルの登録をよろしくお願いします。また僕への個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションまでお越しください。男性の多くはですよ、これまで関わった女性のことを忘れることがないんです。関わった女性というのは道ですれ違っただけということではなくてね、たまたま仕事が一緒だっただけということではなくて、まあ、男女の関係として成立したお相手のことは大体ね忘れないことが多い。もちろんその中にはネガティブな記憶として残っている人もいるでしょう。もう二度とね関わりたくないなと思っている、女性もいる。一方でまたね、会いたいな、また、どっかで復縁というところまでいかないにしてもね、関わりを持つことができればいいなというポジティブな記憶として持っている女性もいる。今日はそこでね、ポジティブな記憶として彼の心に残っている女性というのはどういう女性なのかという話を5つのポイントからご紹介をしていこうと思います。まあ、そもそもね、まあ、なぜ男性は、これまでね関わった女性のことを忘れないのかというような、こういわゆる男性心理みたいな話というのはね、これまでも随分ご紹介させていただきました。まあ、例えばねこういう動画の中でも一部ご案内差し上げていると思うので、まあ、こちらもね合わせて、後でご覧になっていただければいいんだが、こちらに画像が出ていて、こちらにリンク先が出ています。また、このチャンネルの中ではね、まあ、男性心理に関する話はいくつも、ご紹介させていただいているので、まあ、関連動画、チャンネル登録していただいてね、まあ、ご覧になっていただくと、まあ、より理解を深めていただくことができると思うと思うんですが、今日は、あえてねその中でもこう男がね忘れない女、ポジティブな意味で忘れない女っていうのは、まあ、どういう女なのかというようなお話を、ご紹介をしていこうと思います。もちろん個人差はあるし、状況環境によってね多少の違いもあったりするので、個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションの方にお越しいただければ、あなたの状況や環境そして心の状態なんかをゆっくりお伺いさせていただきながら、より実践的なアドバイスをさせていただくこともできますし、問題解決が必要であれば問題解決のためのお手伝いをさせていただくこともできます。リンク先がね下の概要欄に書いてありますから、そちらの方から飛んでいただくとか、こちらの方にもねリンク先出てますから、こちらの方から飛んでいただいて、まあ、ご希望の日程等をねご確認いただいて、お申し込みくださいませ。ということで、ここではね男性がいい意味で、まあ、ポジティブな意味として忘れない女性はどんな女性なのかというお話を5つご紹介していこうと思いますが、そのうちの1つ目はこちらですね。はい、自分をね、振った女のことというのは、まあ、大概忘れないですよ。まあこれ当たり前といえば当たり前なんだけども、振る側振られる側でね記憶への残り方っていうのは違っていて、振る側というのは、もう自分でね、もう考えをまとまっていて、あもうこの人とはあかんよねということで、心の中で整理をして、じゃあ別れましょうという決断をしてね、そして彼に別れようっていう話をするわけじゃないですか。だからこっちはね別に別れる側だからいいんです。しかし別れましょうと言われた側としてはね、青天の霹靂というか、まあ、全く納得いっていないというかね、ある日突然、まあ、そんな予兆があったとしてもね、別れましょうと言われてみれば、まあ、今まで持っていた相手 を、思いやる気持ちとか好きだった感情とかって、これはどこに向ければいいのかということで、まあ、なかなかねこう納得いかないと。だからそのままこう記憶に強く残っていくと。これね男女逆にしても同じ話で、男性からねやっぱり女性も振られた時って同じように、まあ、自分が振る時はね別にどうとも思わない割には、自分が振られた時にはちょっとねこうガクンってなったりすることってあったりするじゃないですか。こう納得いかないというかね、やっぱり彼しかおらんみたいな風に考えてしまうことがある。ただ女性の場合はね、その後別の方とお付き合い始まっちゃったりすると、自分を振った男のことでもね別にどうでもいいわっていうことで消えてなくなるんだけども、まあ、男の人の場合はね割とこう振った女の人、自分のことを振った女の人のことっていうのはやっぱりすごく残るんですよね。でただこれポイントはね、その振られ方の問題で、まあ、あんたみたいな人手なしのねクズとはお付き合いしたくないし、もう気持ち悪いし近寄らないでみたいなことを、まあ、ボロクソ言われて傷つけられた人に関してはそれは確かにネガティブな印象しか残らないし、まあ、そういう女性とねまた関わりたいかって言ったらそんなことはないですよ。ただ逆にね、まあお互いそれぞれね進む道が歩む道がちょっと違うよねと、あんたは男としていい男やし、まあ、すごくね、まあ、誠実だし、まあ私も好きだけど今でも歩んでいく道が違うからちょっとね、まあ今残念だけどさよならっていうことで、まあ綺麗にうまく別れることができれば、まあ彼としてみれば自分自身をね否定されたわけではなくて、嫌われたわけでもない、だけどもまあ振られた
ということで自分の気持ちの持っていき場もない、そしてそのまんま記憶の中で、あなたがどん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 美化されていってね、まあ、いつまで経っても、あなたのことを忘れないでいると、いうことになるので、まあ大体だから、まあだからといってね、彼を振ったれって話じゃなくて、まあ振られた女の人のことっていうのはポジティブな形でね、自分のことを振った女の人っていうのは、まあ大体男の人って忘れないよねという話でした。さあ、そして2番目です。はい。今うまくいってる女の人のことを、まあ、男の人はねやっぱりこういい思い出というかいい記憶としてね、ずっと心の中に留めている、まあ今ね幸せになっているとか、まあ、仕事で頑張ってるとかね、やっぱり輝いてる人を見た時に、あ、この人って本当に昔は俺と付き合ってたんだ、あ、やっぱり俺この人を手放して損したよね、あ、やっぱり手放すんじゃなかった、やっぱりもう一回なんかちょっとうまいことやって仲良くなれないかなっていうふうにやっぱり思ってしまいますよね。逃した魚は大きく見えるんです。まあ実際にね大きいのかもしれないけど、身近にいたりするとね、まあその価値って分かんなかったりするんだけど、離れた時になってからすごくねその価値が分かったりすると、あ、やっぱりなんであの子俺手放してしまったんか、なんてもったいないことをしたんかな、まあね、もうちょっとこう自分自身がねこう成長できてればよかったなとか、余裕があればよかったかなとかね、まあいろいろ思うことあったりするんですよね。で、まあこれもね女の人も同じように思うことあると思うんですね。別れた男がこ うまくいってるのを見た時に本気証明とかね、まあ本当に、まあ、惜しかったなとかね、思うことあるかもしれない。ただこれもねさっき申し上げたように個人差はあるんだけども、女性の多くはね、まあ一回それでも別れちゃった男の人だから、まあいいやみたいなね、まあ頑張ってるけどいいよね、まあね、幸せそうだな、ね、昔付き合ってたね、昔私はあなたとねっていうぐらいしか思わないんだけど、まあ男の人はねちょっとあわよくばそこでね、なんかうまいこともう一回やり直しができたりしないかなみたいなことを期待することの方が多かったりするので、まあなので逆にね、まあ別れた後もちょっとこうずっとまあ下向いてたりとか、いやあなたしかおらんのみたいなことをこうやっぱりずっと執着をしてくるような女の人のことっていうのは、まあ記憶として確かに残るんでしょうけど、こうネガティブなどちらかというとね、記憶としてまあどちらかというと、まあ、ちょっと早いとこ離れていきたいなというふうに、まあ、思ってしまうタイプという扱いを受けてしまうので、まあ、できればねやっぱりこう別れた後はやっぱりあなた自身が輝いていくことを考えた方が、彼の記憶にはね、常に残っていく、まあ、男の人っていうのはやっぱりね追っかけていくのが好きだったりするんでね、やっぱり今輝いてて今幸せな人がいればやっぱり自然にねやっぱり追っかけていきたくなってしまう。だからまあね、男は追っかけさせろって話は、こういうお話の中でもね、よくご紹介をさせていただいていて、特に男を追わせるためにはねこういうことした方がいいんですよなんてお話は、まあこちらにね、理想で出てるかな、こちらに画像が出ていて、まあ、関連する動画のリストは出てるんでね、まあ、こちらを見ていただければいいんだけども、まずだから過去にね執着してとらわれるというよりは、まあ、今のあなたがね本当に幸せになっていて心満たされた状態っていうのを作っていけばいくほど、彼にとって見れば、ね、ちょっと惜しいなっていうふうに、まあ、思わせることができるので、過去に執着するよりも今はね、幸せになることを考えになってみた方がいいのかなと、思います。さあ、そして、3番目はこちらですね。はい、自分の成長に寄与してくれた女性のことはそれは当たり前ですけど忘れはしないですよね。まあ、自分自身が成長した時に、また自分自身がねやっぱり何か大きな、発展を遂げた時、それに何か寄与してくれた人、力を貸してくれた人のことっていうのはやっぱりこう男であれ女であれ人はね絶対に忘れないじゃないですか。特にその時にねやっぱりこう関わっていた女性とかお付き合いをしていた女性というのは、まあ、その人がね直接その仕事を助けてくれたとか何か支えてくれたということだけじゃなくてもね、やっぱり自分がそういうプロセスを踏んでいる時にその経験を一緒にしてくれていた人っていうのをやっぱり男性としてはすごく、まあ、大事にしたいというか、まあ、その時の記憶ってすごく大事だし、今の自分があったのはやっぱりそういう経験があった時の話で、でそういう経験の時に、あ、いて一緒にいてくれた人、あ、彼女がいてくれたから俺はすごく、成長できたんだよね、だから彼女のおかげで今の俺があるんだよねっていうふうにやっぱり思うし、そういう人のことはすごくポジティブに考えますよ。もちろんね、その時に、一緒に苦労を共にして、まあ、苦労を乗り越えた後に別れちゃうカップルとかね、まあ成功したら、苦労した時に付き合ってた女の子と別れちゃう人とかもいたりはするけど、でもそれは結果としてね男と女としてうまくいかなかっただけの話だって、じゃあ彼女に対する感謝がなくなったとか好意がなくなったかっていうとそんなことも決してないのでね、まあ男性はだからそういう時にこう自分自身を振り返ってみた時に必ずねやっぱりその時に誰と付き合っていたかとか、まあ、どんな女性
と自分は一緒に過ごしていたかっていうのは必ずやっぱり思い出すの で、それがね今の自分にすごくこう直接的な関係があるような話である。まあ、今の自分の成功とか成長、自分が自身がうまくいってる人であればね、やっぱうまくいったっていうプロセスの中にそういう女性との記憶っていうのが入っていると、まあその人のことはそれは忘れないですよね。まあということで、だから彼がね、あなたとの関わりを通じて成長したことを実感することができていたならば、まあ彼はあなたのことを忘れないでしょうし、まあこれからねまた逆にそういうことをあなたがね彼に対して何かしらこう寄与することができたならば、まああなたは彼の心の中にね、まあ、ずっとの、ポジティブな記憶としてね残り続けることができるということです。さあそして4番目はだから逆にねこういうことでもあるわけですね。自分がその人の成長のために寄与できた女なんですよね。だから彼女が幸せになっていくために、彼女はね喜びを手に入れるために自分がやっぱり力になることができた、彼女のために役立つことができた、彼女が何かをね、成し遂げるときに、まあ、何か自分が教えることができたでもいいし、支えることができたでもいいし、まあ、たまたまねその彼女の世界の中に自分がいたっていうことだけでもいいんだけども、やっぱこう彼女が幸せになっていくプロセスをね、の中に彼が自分自身がそこにいたんだっていうことをやっぱり覚えてると、まあ、さっきね、今輝いてる女性というか今うまくいってる女性が好きって話を差し上げたんだけど、まあ、そうなっていくときに俺がその時いたよねっていうふうにこう思うと、まあ、満足感としてねやっぱり忘れないというか、やっぱりすごく好印象で残ってることが多い。特にまあ男の人はね、自分が教えたりとか自分が誰かの力になったり、また必要とされたりすることがすごく好きだ、特に自己重要感を満たしていきたいという欲求がすごくある。まあ、時にそれがね性的な欲求というところまで結びつくという話はちょっと先日ね、こんなお話で差し上げたんですよね。まあ、男の性欲というのは、まあ、こんなところで高まりますよというお話を差し上げたんだけども、まあ、こちらにね画像が出ていて、こちらのリンク先が出てるんでね、まあ、こちらの話と合わせてちょっと見ていただければいいんだが、やっぱり自分自身が役立つことができました、この人のために僕は、ね、何かできたんですよというようなこう自己重要感をね満たされる関係を作ることができているとその人のことは忘れないと。だから逆に言うとね、いつもこう男には頼んだ方がいいとか、質問した方がいいとかね、何かやらした方がいいって話は差し上げてるんだけども、まあ、そういう意味でもね、まあ、あなたが何かをやりたいなとか、まあ、これからまた、どんどん成長していきたいなとか、何かこうね、お勉強していきたいなと思った時に彼をうまく使ってあげたりすると、その方がね、彼の記憶の中にあなたは残りやすいというお話です。さあそして、最後5番目ですね。はい、まあこれも言うまでもないっちゃ言うまでもないんだけど、やっぱりこう相性の良さっていうのはすごく大事であって、まあお互いねやっぱりいて楽だったなって思える人っていうのは、すごくやっぱり記憶に残りますよね。まあ相性というのは何を持ってっていうのは、それは性格なのか、まあ体の相性なのかとか、まあもしくはこうね、住んでるところが近かったのかとか、まあいろんな意味でのこう相性ってあるでしょう。まあ相性の良し悪しをどう見分けるかっていう話についても、これは過去動画、これこの話かなの中でご紹介差し上げてるんでね、まあ相性の良し悪しっていうのはこういうところからちょっと見分けてもらえればいいんだけども、こちらを見ていただいてね、まあこちらを、見ていただければいいんだけど、リンクがねここに出てますから、こちらの画像ね、相性がいい人ってなかなかねやっぱりいないんですよね。可愛いなとか好きだなとか魅力的だなとかね、思う人はいる。それは女性から見ても、あいい男やねとか、かっこいいねとか、まあ、すごく条件いいねと思う男はいる。でも本当にこう相性がいいなっていうふうにこう思える相手ってなかなかいないじゃないですか。まあ、心を落ち着けるというか、まあ、心がほっとするというのか、まあ、もしくはね2人とお互いが、刺激を与え合いながらこう成長できるっていうのかね、まあ、いろんな要素があると思うんだけど、そういう意味でのこう相性の良さっていうのはあんまり相手として見つかることがないので、まあ、そういうことをこう実感できたお相手のことはやっぱり忘れないですよね。あ、やっぱり彼女が良かったな、あ、やっぱり彼女っていた時は楽だったな、あ、彼女といた時っていうのはなんかあんまり もっともっとこうね、ストレス感じずに自然にいられたかなっていうふうに、まあ、思うことがあったりすると、まあ、これは男も女も同じ話でね、じゃあそれをどうすればそうできるかっていうと、まあ、残念ながらちょっとね、まあ、相性の問題っていうのは、まあ、努力とか、工夫とかでどうにかなるかっていうとそういう問題でもなかったりするんだが、まあね、例えばもしあなたがね、付き合ってる男性がどうもこう昔の女のことをね、まあ、思い出したりとか、まあ、昔の女に対してすごく未練がましいことを言ってるような気配があるんであればね、まあ、ひょっとしたらそのことは相性の良さをね感じてただけなのかもしれない。だったら
じゃあその相性という意味でね、あなたが彼にかなわないんであるならば、まあ、それ以外のことですよね、まあ、これから先新しい体験をしていこうとか、彼を支えたり彼に支えてもらったりとかね、まあ、そういうところで、まあ補完をしていくというか、彼との関係を築いていけばいいだけの話なので、まあ、そんな風にねお考えになっていただくといいのかもしれません。さあということで、5つご紹介させていただきました。まあ、冒頭も申し上げたようにね、基本的にはですよ、まあ、男の人は関わった女の人のことはね大体全部覚えてますよ。ちなみに僕はあの個別のセッションであるとかね、セミナーであるとか、まあ、そんなところでかなりの数の女性に会ってますけど、僕は1回会った女性のことは、まあ、まず忘れないですけどね。おっさんのことはねすぐ忘れますけどね。昨日まで一緒に仕事した人のこととかも今日にはもう忘れちゃいますから。ただ女の人のことってね大体忘れないんですよね。まあ、これはなんでなのかっていうとね、まあ、それはだから男なんだって言ってしまえばそうなるかもしれないが、それでもね、特にこうポジティブな記憶としてね、まあ、また今後あなたとの関係を築いていきたいな、この人との関係をね、まあ、どっかでねいい形でまた結ぶことはできないかなってい う, こう期待感を抱いてしまう女性というのは、まあ、大体こういう要素があるよねというお話でございました。お役に立てていただけるようであればお役に立ててみてください。現場からは以上です。